陸上、ダイヤモンドリーグ、第2戦、27日、蘇州。女子やり投げで昨年の世界選手権を初制覇した北口遥花、が、出場を決めているパリ五輪リイーヤーの自身初戦に臨み、最終6投目に62メートル97をマークして逆転優勝した。北口は DL 通算7勝目、1投目を55メートル97。 2投目で 56m43 と順調に距離を伸ばすと、5投目に 60m を超える 61m44 をマークして2位に浮上。最終6投目はさらに記録を伸ばして、1投目に 62m12 をマークしたマッケンジー・リトル、オーストラリアを逆転した。今月12日に練習拠点を置く欧州から日本に帰国。ここまでの調整では体調不良にもなったというが、 今自身初戦でいきなり好結果をマークした。